食毛事例ガイドブックを視聴者の皆さんに無料プレゼントしています。詳しくは概要欄から。お久しぶりです。お久しぶりです。どうもどうも。相変わらず髪の毛いい感じですね。いい感じですか？はい、髪の毛結構黒くなりましたね。そうですね、あの僕、うんうん、ここがちょっと白髪が入るんですね。うんうんうん。なんでここだけちょっと染めてるんですよ。あ、そうなんですね。うんうんうん。はい、ここはね全然大丈夫です。白髪どうですか、ワイデさん？僕は白髪あんまり今のところ出てないですね。いいですね年齢重ねていったら僕も真っ白になるかなと思いますすごいですね、なんかあの先生みたいな。クリニック用の服を着用しております。ああ、普段はじゃあそれなんですね。はい。どうですか、病院の方は？クリニックはみんなで協力しながら頑張っております。今日も今、手術室で植毛のオペ中になりますね。そうなんですか。お店のレイアウトがちょっと変わりました？変わりましたかね。ちょっと変わったのは、うんうん、テレビを変えたんですね。プロジェクターからちょっとあの大きなテレビに変えて。あ、そうなんですね。なるほど。はい。うんうん、あそこでスポーツが見れるようにしてますね。うん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 。植毛した後のタカさんの頭について仲のいい方はどんな感じで意見とか感想とかありましたか？僕は結構あれですね、みんなに公表してるんで、結構珍しいタイプじゃないかなと思う。だからハゲてる人も、うん、ハゲてない人も、うん、やっぱり反応がみたいな、植毛したんだみたいなのを見るのがすごい楽しみですね、うんうん植毛前と植毛後の両方のタカさんを知ってる人の意見とか感想はどんな感じでした？いや、 やっぱりね、うん、結構僕が思うのは、うんうん、ハゲてない人でも結構気にしてますね。あ、そうですか。っていうのは僕も50なんですけど、今年で、うんうんうん、周りはやっぱりこう年齢が近いじゃないですか、うんうん、結構ハゲて見えない人でも、うん、僕の植毛の話を食い入るようにやっぱ聞いてきますね。頭とかを見せてもらうと、うん、やっぱりてっぺんがちょっとこう薄いとか、うん、巧妙に隠してるんですよね巧妙にやっぱりこう植毛して人前に出るのが楽しくなったとか、うんうんうん、鏡を見るのが楽しみになったとか、うんうん、ハゲをするのが楽しみになったとか、うんうん、ありきたりなんですよ。はい、いやでも素晴らしいことですよ本当に。はい、人に対してこう植毛の話をするのが結構楽しみ。うんうんうん、食も終わってからダイビングとかもあの行かれてましたよね。そうなんですよ、ダイビングしてても僕は人に話すんですよ。あ、そうですかだから僕がこうダイビングして、うん、海の上から上がる時でも、うんうん、食い入るように見てますよ。実際どんなもんだ、みたいな。僕も上がった時にこうやってね、バッターッとやって、うん、オールバックしてどうだみたいなね、うん、世界は変わりますよね。いやー、いいですね。植毛前はダイビングとかはどんな感じだったんですか？基本的にこう植毛前っていうのは僕坊主にしてたんで、髪の毛が気にならないようにして跳ねてるんですけど、やってましたね。じゃあ水から上がるときにこうやってやるようになったのは植毛終わってから久しぶりな感じですかね。それが嬉しいですよね、うん、だからもう目が湧けば、うん、もっと早く植毛してたら、うん、っていうのはありますね。あ、なるほど。過去に戻れるとしたら何歳になって植毛したいですか？やっぱ25ぐらいでしょ。ああ、25ブイブイ言ってましたね47ぐらいの時だったんで、うんうん、20年前ぐらいに撮りたいですね、うん、20年前に YJ さんと会ってたら、うん、一緒に僕中国行ってました。ああ、なるほど20年前だと僕は小学6年生ぐらいかな。そうですよね、はい、だからね、タイムスリップしたいな。これから植毛を考えてる人は、うんうん、早くやった方がいいですね。うんうんうん、聞いても。そうですね。さっきも言った通り、うんうん、職務をの話を人にするんですけど、うん、一番多い答えが、うん、お金っていくらだった？うんうんうん、まあ確かに高そうな印象ですよね。特に日本の職務料金めっちゃ高いですからね、はい、これナンバーワンですね。2番目痛くなかったこれ2番目ですね。麻酔するからそんなには痛くない。体感時間も6時間7時間ぐらいのオペなんだけど、まあ、麻酔のおかげで 1,2 時間分の体感時間しかないみたいな感じで、思ったほど痛くはない。植毛終わったら気づくって感じかなって感じですね。植毛した後のタカさんの気持ち的にはどんな感じになりました？45、46歳の時のタカさんと49、50歳ぐらいのタカさんの感情の変化だとどんな感じですか？感情の変化っていうのはあんまりないですけど、うんうんうん、1日を迎えるにあたって、うん、鏡を見る回数がやっぱり圧倒的に増えたの。
職務以外のことでこう気をつけることが増えましたね。身だしなみであったりだとか、うんうん、あとはこう食べ物とかを、髪の毛のため、最初はそうだったんですけど、生活習慣がやっぱ良くなりましたね。あ、そうですか。めちゃくちゃプラスや。だから全てに対してプラスになってるなとは。めちゃくちゃ嬉しいです。それが一番変わったとこかな。一つ良くなると、あれもこれも試したくなるじゃないですか。そういうのとまあ一緒ですね。意識がそっちに向くというか、意識が高くて。トルコでの植毛も、日本での植毛も、両方サポートしていきます。植毛終わってから最近の嬉しかったエピソードとか何かあります？なんだろうな、毎日が嬉しいですね。あ、そうですか。わかりますね。ドライヤーとかで髪の毛乾かしてる時も愛らしいというか、お、こいつ今日も頑張ってるみたいな。そうなんですね。それがやっぱり一番変わったことかな。今髪の毛カットは行きつけのところでカットしてる感じですか？先輩のところですね。先輩が美容師やってて、あの2ヶ月か3ヶ月ぐらい行ってるんですけど、結構短い頭が好きで、行った時は短くするんですけど、短いのと長くなった時は両方楽しむって感じですね。長くなった時にわーもうこれ耐えられないと思った時に、先輩のとこに行って短くしてそういう感じで行ってます。先輩さんはタカさんの頭をカットしてる時に、あ、これが植毛した頭かみたいな珍しさみたいなものは感じてた時あります？最初はそうだったんですけど、まあ、美容師さんで長くやってらっしゃる先輩なんで、他にもあのカットするわけじゃないですか、カットした人の中には、結構ハゲてる人もいるんですよ。で、僕の話はもう当然してるんで、先輩には、その話をお客さんにするんですって。あ、そうなんですか。これも食い入るように聞いてるみたいな。え、そうなんですか。もし必要があれば、先輩のお店に僕行って、僕の口からも説明しますよ。ああ、もちろんです。要は、先輩のところに通ってくれてる人も、YJさんの YouTube 見てます。あ、そうですか。あ、嬉しいです。ありがとうございます。で、あの、カットしに来るたんびに、あの、職務した子、どう？どう？見てくるんで。いや嬉しいな、めちゃくちゃ嬉しい、遊びに行きたいな。だから僕みたいに公表、まあ、する人は少ないかもしれないですけど、公表した方が僕的にはこうなんか楽っていうか、生きれるような気がしますよね。そうですね、タカさんを第一人者として、はい、今後とももっと植毛が当たり前な世の中になっていったらいいなと思いますね。なんかこそこそ植毛するってなんかちょっと息苦しいなと思ってて、オープンにお植毛したんだみたいな、いいじゃんみたいな、そういうような世の中になった方が絶対楽で楽しいと思うので、タカさんの発信は本当に貴重です。いつもありがとうございます。ありがとうございます。そろそろオフ会とかもやりたいなと思ってまして、愛知県でオフ会やるときはぜひタカさんのお店を使わせてください。ぜひぜひお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。またスケジュール調整とか踏まえてオフ会の日時相談とかもまた LINE の方でさせてください。よろしくお願いします。ぜひぜひ。ありがとうございます。じゃあ今日のズームこんな感じで、お時間どうもありがとうございます。また LINE の方でも話しましょう。どうもありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、失礼します。はいはい。食毛ツアーといえば薄毛の窓口、詳しくは概要欄から。薄毛は1年で治る。薄毛対策いろんな方法があるんですけど、食毛で薄毛をなんとかしたい方は僕に LINE の方で連絡をお願いします。 LINE は概要欄に載ってます。こちらです。